怒られたでしょうか。それね、子供が上から投げるの。もう今は、ね、やんなくなったけど、もうここ切った当時大変だった。あそこの階段石だらけになった。あそこのまだアンコパワーの家ができる前で、あそこの階段に段ボール1箱ぐらい、ちっちゃい段ボール1箱ぐらい。最初ね、あそこのところはまだ砂利が少しあったから、あのダンプかなんかがバックする時とかにあれしたのかなと思う。あまりにもすごい。上のね、ここもとこっちに子供がいてね、あと並びすごい結構いたの。みんなね、ある程度大きくなった。もうみんな大きくなったからやんなくなった。すごかった。だってもう うちの壁にボンボン石投げられたんだ。そう。だってまだこれが当年の時にうちにやっぱり投げられて、ここすごかったね。よく車にぶつかんなかったなって。でここのうちの瓦が割られた。じゃあ誰ってなって、やっぱみんな。いやいや、その時はね、当年の子供が やったの分かったから、すぐ当年の会社の方に電話して全部直してもらったけど。うん。もちろんあのマンションの下もこの間ガラス割れてた。おしろか。マンション？ガラスどこの？下の整骨院の裏側のガラスが。あ、それ泥棒だよ。子供なの？うちの方ね、うちの方結構ね、もう空き巣が入ってるね、何件も。うちの同業者もやられたし、うちの前の不動産屋もやられたし。あ、そこね。うん。ビューティー M もやられたとか言ってた。そうそう、ビューティー M と隣の床屋さんがやられた。ラッシュ来い、ラッシュ。いいよ、そこ流しちゃうから。ラッシュ来い、ラッシュ。いいよ、流しとくから。うん、いい。うん、いいよ。どうせほら、ラッシュの車、バイクのうんち。うん、いいよ、いいよ。ラッシュ。はい、じゃあね。はい。バイバイ。はい、いいよ。ほら、みんなで団体で帰るぞ。バイバイ。ラッシュ帰ったよ、みんな。